クライガハラ山荘に着きました。春山スキーの人たちがいっぱいいます。ここは標高2350メートル。いい天気です。仮設トイレが男女合わせて4個あります。仮設トイレの渋滞がすごいです。スキーする人たちはこの辺りから入っていくようです。僕たちはもうちょっと先まで進みます。穂高方面が見えました。あの大きいのが奥穂、その右側が前穂です。一番奥にツンとしているのが槍ヶ岳です。クライガハラのバス停から片野小屋方面に歩いてます。今日は5月3日ゴールデンウィーク初日です。例年だともっと高く雪の壁ができているそうですが、今年は雪が少ないです。いい天気で暑いので上着は脱ぎます。遠くに南アルプスや中央アルプスも見えてきます。ここら辺はちょっと雪の壁が高くなってます。見えてなかったよ、ボーンってやつ。アスファルトの道がここで行き止まりなので、ここからはアイゼンをつけて登りたいと思います。あっちがマリシテン、山頂はこっちです。アイゼンはグリベルの12本爪です。僕のは縦爪、彼女のは平爪です。12本爪ぐらいのアイゼンがあればどこでも安心していけます。雪山のいいところはこの広い山のどこでも好きなところを選んで歩けるところですね。ちょっとシャドウが出てきて、みんな大変そうです。アイゼンに履き替えたところから山頂までちょうど真ん中ぐらいのところまで来ました。今日はサーモスのホットジャーに具沢山味噌汁を入れてきました。ホットジャーです。ホットジャーです。これすごい保温力が高くて、朝入れてくれば昼にはまだ熱々です。シチューとかもいいです。最後の給湯の前にちょっと休憩してます。山頂の一歩手前の小玉岳に着きました。あの下からぐーっとこの下を通って登ってきて、こちら側に回ってきました。向こうが朝日岳2975、今いる児玉岳が2979、向こう山頂の剣ヶ峰が3026メートルです。山頂までもう少し。山頂に着きました。下からゆっくり歩いてだいたい3時間ぐらい。鳥倉岳の山頂は神社になっていて鳥居もあります。鳥居の向こうには北アルプス、360度見渡せます。奥にはでっかく御嶽も見えてま
帰りはソリでスーッと滑って帰ってます。早いです。あっという間に降りてきました。おスキーの人、スキーはさらに早いですね。帰りは道路じゃなくて雪の道を進んでます。帰るためのバスが見えました。フライガハラ山荘まで帰ってきました。バス待ちのお客さんがいっぱいいます。僕たちも思ったより早く下ってこれたので、バスが出発するまでちょっと待ちたいと思います。